ここは伏見の名古屋観光ホテル。名古屋の老舗の大きなホテルです。ここでね、唯一ね、自分飲食のねバイトしたことある。2階にね、呉竹っていうね日本料理の店、今もねちょっと形態を変えてあるんですけど、その時に日本料理の呉竹さんっていうのは2階にあって、そこでね専門学校1年の時の9月から12月か3、4ヶ月ここでその2階の日本料理呉竹さん、名古屋観光ホテルでバイトしてました。中番さんと配膳係っていうのやってました。あの中井さんっていうかがこうオーダーを取ってきて、それを自分らがもらって食器とか揃えて、それを調理場の人に渡して、その揃えた食器に調理をしたのをまた中井さんのところに持ってくっていう中継係みたいな、かなりハードでしたよこれ。時給ね800円、最初800円だった、35年ぐらい前か。でもね、すぐにね1、2枚になると50円上げてくれて850円にすぐになったんですけど、結局3ヶ月半ぐらいでね、ちょうど年末年始に田舎帰るって言って1週間ぐらい休ませてくださいって言ったら、ダメだって言って、じゃあやめますって言ってやめました。